で、次は電子辞書の使い方ですね。僕は X-Word の電子辞書を使っているんですけれども、この話は他の電子辞書にも当てはまります。さて、見てみましょうね。で、まずは、このキーボードを見ると、この Shift を押してからこの Brew で書いてある機能は使えるようになるんですよ。Shift を押してから Guide を押すと、辞書の説明書が出てきます。イェーイ。あとでこれを読むのは役に立つかもしれないよ。いろいろな使い方のことが書いてあります。で、基本的に何か調べようとするときに、これを100回とか押しながらということになるんだったら、自分の使い方は間違ってるんです。次は、我慢するは英語で何て言うでしょう。まあ、いろいろありますけど、put up with というものが我慢するに当たることが多いです。put up with というのは熟語ですね。一つの単語ではないです。なので、そのような熟語っぽいものを電子辞書に引くときは、下を置いて、で、この正空検索というやつを選びます。で、それから、put を入力してから、この and を押すんです。で、それが and で出てきましてね。で、それから up を入れて、もう一回 and を押すんです。で、最終的には、with を入れて、引いてみると、直接いけるんですよ。で、それで、put up with 何々は我慢する。この put up with o の意味は、それは英語の目的、object という意味ですよ。要は、put up with を使うんだったら、with の後に、我慢するものが出てこないとおかしいという意味なんですよ。次は shout という単語です。shout はだいたい叫ぶという意味になるんですけれども、ここに書いてあるのを見ると、shout の後にat とか to が来ると shout to 誰々さんは誰々さんに呼びかけるという意味になるんですね。で、それから at の場合だけは shout at というのは人を怒鳴りつけるという意味になるんですね。今回正空検索を使わないで、ただ shoutを入れて説明を読んでみるとこの情報は出てきます。正空検索の場合は自分が調べようとしている単語が全然別の意味になったとき、 put up with なら put は普段置くという意味になるんだよね。でも put up with は熟語で全然別々の意味の我慢するになる。この場合は正空検索を使う。shout at が怒鳴りつけるになる場合は、shout の元々の意味、大きい声を出すはちょっとだけ変わったけど、全然別のものにはなってない。プラス前置詞で意味がちょっと変わってた場合は、普通に入力するんですね。それから、例文を読むのが大切です。この例文を見ると、助けてくれと叫ぶ。これ何？歓声を上げる。このやつ、歓声を上げる。これは結構文学的な日本語ですね。日常会話で、あ、お父さん家に戻ったので歓声を上げましょうみたいな言い方はあまりしないのね。これは書くときに使うものなんだよね。ということは、
この日本語に至る英語もかなり文学的な英語です。これを会話で使うことはほとんどないんですよ。この電子辞書に英語の中にあるものは結構すべて入ってる。文学的な英語とかね、江戸時代の英語とかね、全部入ってるんですよ。で、皆さんにとって日常会話で聞くチャンスがあるものを最初にピックアップしてノートに書いて覚えようとするのはおすすめ。で、そのためたくさんの例文がついてるんですね。この辞書に入ってる日本語の例文を見て、あ、この日本語は結構日常会話で出てくるかもしれないね、と思ったものだけをピックアップして、それに当たる英語を自分のノートに書くのはおすすめです。次はね、ペンみたいな数えられる名詞、単数形と複数形があるやつを引いてみると、この C マークが出てくるね。この C は英語の数えるから来てるんですよ。なので、この辞書が言いたいなのは、この単語を使うんだったら S をつけたりとかしてくださいねという意味です。ですが、数えられない名詞、例えば水とかね、なら、この U マークが出てくるんです。この U は英語の数えられない、uncount から来てる。この U の意味は、この単語を使うときは S をつけたりするのはやめましょう、という意味なんですね。それからは発音記号ですね。この発音記号を見ると、まあ、これ花瓶という意味ですけど、こういうふうに書いてあるんですね、発音記号が。この斜めの線は特に意味がなくて、発音記号を書くときはただ周りにつけるだけですけれども、この縦の線は意味があります。この縦の線が出たときに、最初に出てくるやつはアメリカ人の発音です。で、この縦の線の後に来るものはイギリスの方言の発音の仕方です。なので、この書き方の意味は、アメリカだとこの単語を発音するときに、vase という人もいるし、vase という人もいますよ。電子辞書には標準語の発音しか書いてないので、どっちの方が正しいかということでもないです。両方ともいけるんですね。でも、イギリスの方言で話す人、大体アメリカ以外の英語の国なら、この単語を発音するときに、皆さんは vase という発音を使うんですよ。僕はオーストラリア人なので、僕も vase と言うんです。vase はオーストラリアなら、筋るかもしれないし、筋ないかもしれない。イギリスの方言で話す人の国にいる生徒さんは、イギリスの方言の発音を使えばいいですね。それからはですね、オープンを入れてみましょう。オープンを入れてみますと、まずはこの形容詞の印が出てるね。これの意味は、この辞書がこれから説明するのは形容詞のオープンの説明が出てくるんですね。英語だとドアが開いています、なら、ドアが開いてる状態ですという言い方になるんで、 The door is open。 これからの説明はそれについてね。オープンはすごい基本的な単語なので、いっぱい意味が書いてあります。ずっとここまで来たら、動詞の方、開けると開くの説明が書いてあります。で、この辞書はまず他動詞の方から行くね。要するに、人がドアを開けるという説明から行きます。
自動詞の動が悪は後から来ますね。これ他動詞の意味なので、これからの説明は人が物を開ける、開けるの説明が出てくるね。これも基本的ですから、たくさんあるでしょう。ずっとここまで来たら自動詞の方、動が自動的に開く、でこれからは悪の説明なんですよね。あとは名詞もあるらしい。で、皆さんは勉強するとき、そんなに文法的な用言を覚えなくてもいいと思うんですけど、他動詞、自動詞の存在を知らなかったら、電子辞書は使いづらくなるんですよ。もう一つ覚えておくと便利なのは、この例文検索ね。例えば、That's a pity とかみたいな英語を聞く。Pity という単語を引いてみると、惨めなみたいな単語が出てくるんですね。でも僕は今、残念だねという意味のものを使いたかったんです。It's a pity が入った例文をこっちから選択してみると、この文句での意味のものの訳が見える。 It's a pity というのは熟語ではないので、これ決まった文句、決まった文なので、正空検索じゃなくて例文検索で探してみると便利な訳が見れますよ。この例文検索を使うときは It's a pity の itは入れない方がいいです。 It が入っている例文はバカみたいにたくさんあるでしょうね。なのでそれを入れるとあまりにもたくさんの例文が出てくる。なので Pity という単語だけを入れて探すと例文がもっと見つけやすくなるんです。それ以上はたくさんありますけど、基本的なこととして、それは電子辞書の使い方ですよ。